はい始まりました。給与明細チャンネルです。毎日投稿してるのでチャンネル登録・高評価お願いします。今回は北海道の株式会社スマイルアップの事務員、正社員の6年目30歳の方の給与明細です。でこの会社は、えー、大健工業という、まあ、大企業の子会社となってますで。仕事内容は電話対応と来客対応、書類作成、書類管理、金定管理、給与計算、金銭入金、出金管理、 助成金申請、行政書類作成、対応と年末調整、社会保険手続き、顧客請求業務、経理業務など、まあ、一般的な事務職って感じですで。必要な資格やスキルが基本的なワード、エクセル操作知識と、えーまあ、介護福祉士と日照簿記とありますで。勤務時間が1日8時間で残業はなし、収入が月収で29万5千円で、 年収が331万。ボーナスはなし。えー、事務職をしたい方にアドバイスとしては、人の印象は3秒で決まると言われていることもあり、まずは清潔感や明るい雰囲気の、えー、印象づくりが大切になると思います。と、まあ、えー、こんな感じでアドバイスをされています。で、えー、給与明細で、えー、基本給が25万で固定残業手当2万5000。えー 通勤手当が2万ついて、総支給が29万5千円、そこから控除が引かれて、手取りが26万680円となっています。まあ、えー、この月、年末調整で1万6千円返ってきたりしてるんで、まあ、多少給料が、えー、手取り多くなっています。まあ、なんで、実際は2万4千とかそんくあ、24万とか、えー、そんな感じの手取りだと思うんですけど、まあ、事務職、 の中だと、えー、月々の手取りで見たらかなり高い方だと思います。えー、まあ、えー、事務職平均で手取り17、8万とか、まあ、20万いけばいいぐらいなんですけど、まあ、それを大幅に超えてるので、大、まあ、金の下請け企業、えー、スマイルアップはかなり有料な、えー、会社なのかなって思いました。今回はこれで終わります。チャンネル登録、高評価お願いします。